長年の悲願だった純国産ジェットエンジン XFQ-1IHI 社製が完成したんだって。カタログが示しているスペックはかなり高い推力を示しているようだな。すごいね、さすが日本だ。そうだね、このエンジンが次期 F3 戦闘機に採用されるかどうかもまだ不明だけど、ある国が非常に気にかけているらしいという噂が入ってきているよ。今回は XFQ-1 エンジンについてと、その進捗を気にしている国についての記事の解説ってわけだな。そういうこと。それじゃあ行ってみよう。2018年平成30年 F3 ステルス戦闘機計画が閣議決定され、予算化までこぎつけたんだ。正直早いというより、むしろ遅かったという感じがあるな。これからの第6世代戦闘機は様々な形があるようだけど、現在活躍している F35 戦闘機以上、はるかに優れた性能と戦闘機には、もはや必須条件のステルス性の双方を兼ね備えたものでなければ意味がないだろうね。この新型は双発エンジンになると思われているよ。ちなみに双発エンジンというのは、左右の主翼にエンジンを1機ずつ設置したものなんだ。現在の F35 戦闘機は片方に1機乗せた単発エンジンになっているぜ。この双発エンジンも2タイプは製造しておくと、将来的には護衛艦出雲や加賀の甲板上での運用も可能になると思われているよ。と言っても、どこまで計画が進むからまだまだわからないけどな。ここに来て、今さら F22 戦闘機にハイプオリティなどが強いらしい。目指すのが最新鋭のその先を目標にして開発されることになるだろうな。いよいよ日本悲願の国産戦闘機の登場になるのかも。この F3 戦闘機計画にはエンジン部分が非常に重要ポイントとなるんだ。ここの選択を間違うだけで日本の損失は計り知れないものとなり、ひいては周辺国への防衛力が低下することにつながるんだよ。しかし、さすがは日本だね。高性能なジェットエンジンを開発しているし。少しこれは利が利産になるが、日本の技術力が誇れるだけの力があるからな。開発中のエンジンってどんなものなの？それじゃあそのエンジンについて紹介していくよ。2018年6月、日本の航空軍事市場においてイポックメイキングとも言える出来事があったんだ。プロトタイプの1機だけど、ジェットエンジンが開発メーカーの IHI 社から防衛装備庁に納入されたんだよ。これは大きな話題になったから、知っている人も多いかもね。このジェットエンジンが XFQ-1 と呼ばれる航空機、戦闘機用のエンジンなんだ。しかも、現在の国際的スタンダードで比較しても、他国製品に全く引けを取らない高い性能を持った画期的なエンジンと言えるね。今回防衛装備庁に納入された XFQ-1 エンジンはアフターバーナーを使用した場合の推力は15トン超えなんだって。F22 ラプター戦闘機の F119 エンジンが自状況では 15.9 キロだから、これは全然遜色のない数値と言えるね。ちなみに F35 ライトニング2戦闘機だが、F135 エンジンのアフターバーナー使用時の推力は 19.5 トンとなっているぜ。数字を見れば XFQ-1 エンジンのそれを上回ってはいるが、これはプロトタイプだから、と考えると今後の性能向上も十分期待できるな。アフターバーナーって何？じゃあアフターバーナーについて説明するね。エンジンから排気ガスが放出されているけど、これに直接燃料を噴霧して、もっと燃焼させることによって推進力を高めるシステムのことなんだ。XFQ-1 エンジンの場合は、アフターバーナーがなくても11トンの推力が記録されているよ。この XFQ-1 エンジンが注目を集めた理由だけど、従来はこのような1000級の性能を獲得するのは難しかった国産エンジンの分野において、世界に通用する性能を実証できたということが原因と推測されているんだ。実は現在収益中の航空自衛隊 F2 戦闘機を国内ではなく、アメリカ製の F16 戦闘機を土台にして開発すると決定したときに、その大きな理由の一つが戦闘機に搭載するエンジンを自国で開発ができないためということを考えるとまさしく快挙と言えるだろうな。ざっくり言うと戦闘機の重要部分であるエンジンが日本で作れないから、戦闘機自体をアメリカ製の真似をして作らざるを得なかったということだと思われるよ。実は当時も日本独自で戦闘機開発を目指そうという意見があったんだ。だけど、政治的な思惑やこうした機関部分を国内で製造するのが困難だったという現実に鑑みれば、諦めざるを得なかったんだ。こうした過去を考えると、今度こそいよいよ国産化エンジンに目処がついた状況になったということで、悲願達成という言葉もあながちオーバーではないと思うよ。しくも F2 戦闘機の後継機である F3 戦闘機はアメリカとの共同開発と言われているが、XFQ-1 エンジンが完成したことによって日本が新しい選択肢を得られたことに間違いはないだろうな。そ
そうだね。XF91 エンジンは現在の戦闘機用エンジンに求められる必須条件である小型、軽量という要素をクリアしているし、それに加えて15トン以上もの水力確保に成功していることが素晴らしいと言えるね。それじゃあ、具体的な各部分のデータを紹介していくよ。前述の F22 ラプター戦闘機 F119 エンジンは全長 5.16 メートル、直径 1.168 メートルだけど、XF91 エンジンは全長 4.8 メートル、直径1メートルだから、コンパクトサイズに出来上がったと言えるね。というのは、現在の戦闘機の必須要素と考えられているのが機関部のダウンサイズイコール小型化なんだ。これはステルス性能をアップさせるためでもあり、同時に兵装を機体内への収める場合の積載量を増やすことも可能にさせるメリットがあるんだ。もちろんステルス戦闘機を日本で独自に開発するということになれば、このような兵装収容量のレボンベイ爆弾層の技術的ノウハウなど、様々な課題が発生してくるだろうな。だけど、最大の関門とも言えるエンジンの小型化がクリアされているわけだし、なんとも心強いと言われているらしいぜ。その他の出来事として、2019年6月の航空見本市において、F91 エンジンの水力変更ノズルが開発中であることが公表されているよ。これにより、実用化に向けた準備が着々と進行中であることが世界に強く印象付けることになったみたいだね。水力変更ノズル？水力変更ノズルというのは、ジェットエンジンの排気の方向を変化させることによって、進む方向を調節する装置のことだね。XF91 エンジンの場合はノズル式の同装置によって最大20度の角度内で機体のコントロールができると言われているんだ。こんな風に開発が進む XF91 エンジンだけど、次期 F3 戦闘機自体の着地点がまだに決定していない状況なんだ。このままじゃせっかくのプロトタイプエンジンが活用できないのではないかという最悪のシナリオも予想されているみたいだぜ。だけどここで注目すべきニュースがあるんだ。この XF91 エンジンに関して、当事国である日本よりもある意味で気にかけている国があるらしく、次期 F3 戦闘機が気にかかって仕方ないのか、折に触れてニュースで取り上げている国があるんだ。しかも、その取り上げ方といったら、まだ何も決まっていない、要するにゴリ夢中状態のこの計画を、自国の安全保障が脅かされると強行状態もどきの論調なんだって。大体予想できるけど、その国ってどこなの？このヒステリー地味た国こそ、お隣の韓国だよ。お互いに日本が仮想敵国と考えているだろう。中国ならわかるけど、韓国はアメリカの同盟国という同じ立場なんだ。なのに日本の F3 戦闘機開発については、まるで明日にでも日本に攻撃されると言わんばかりの警鐘を鳴らしているんだって。韓国は中国とは違った意味で厄介な存在だよな。とにもかくにも、決定にはまだまだ時間がかかりそうな次期 F3 戦闘機計画に、そこまで注目されると日本の技術を過大評価されているようで、嬉しいような、呆れるような入り混じった思いになるんだけど、ここまで一方的に日本を仮想敵国だと思い込む韓国の姿勢には悲しさを通り越して、呆れるばかりだね。韓国は原潜や航空母艦を所持したいようだけど、この国の軍備はどこを目指しているのか、他国のことだけど、韓国の迷走はまだまだ続きそうに思われます。韓国は日本をあらゆる手を使って悪者に仕立ててくる国だからね。とはいえ、今回の件については韓国の完全な被害妄想だし、虫が一番だな。構っている暇があるなら、他のことに時間を割いた方が有益だもんね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。